2022年夏、東京の新しい文化施設シビッククリエイティブベース東京のオープンを記念して開催された未来の東京の運動会。それは1ヶ月間かけて道具を作り、みんなで競技を作って、みんなで行う新しい運動会。まずは運動会の競技をみんなで作ります。しかも運動会本番前日、たった1日で。用意されたのは従来の運動会の道具だけでなく、大きなぬいぐるみ、走る座布団、 AI やレーザーを使った道具など、今回のために1ヶ月かかって作られたものもあります。そうした道具から新しい競技のアイデアがいっぱい出てきました。その中からアイデアを厳選、競技をデベロップレイしていきます。デベロップレイとは、デベロップ作るとプレイ遊ぶを組み合わせた造語。参加者たちはデベロップレイヤーとなって、作って遊ぶを繰り返しながら、みんなで新たな競技を生み出していくのです。完成した新競技はなんと4つ。未来の東京の運動会本番を迎えました。遠吠えで開会宣言。第一競技は、揺らしておくれワイカムボール。ボールを振った回数を中のスマホでカウントします。東京タワーを守りたいは新しくできた競技。主役はわざとクタクタに作った東京タワーのぬいぐるみ。今回はなんと新作競技のためのテーマ曲も全部作りました。 AI 相手に人類が本気。そして第3競技、人間失格がスタート。人工知能に人間だと認識されないように球を取りに行く新競技。ついに AI が運動会に登場しちゃいました。こちらミッションインポッシブルも新しく生まれた競技。レーザーをかわしながらゴールする障害物競争です。転がし魂は新作道具 CCBT 回転棒を使った競技。回転棒と合体した様々なものを回して、その回転数の合計を競います。スクランブル交差玉は、東京渋谷のスクランブル交差点を体験できる未来の運動会らしい地域密着型。泣き、笑い、感動、新感覚の体験を得た未来の東京の運動会。興奮冷めやらぬままに閉会しました。未来の東京の